え、その冬目は、ガイダンスでありましたよ。丸いのととんがってるので中に入ってるのが違う。皆さんちょっともうちょっと上の方に、まあ、かじってみたら味が香りがするかもしれませんね。はい、これは丸いのが花が入っている花芽です。はい、ピントが合いません。難しいですね。とんがってるのが葉っぱが入っている。じゃあこの樹木は何でしょうか。黒文字。はい、大葉黒文字です。せっかくなんでちょっとかじってみて味でも。香りがするよ、香りが。怖い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 。すごいいい香りする。あの葉っぱの授業でやったように高級爪楊枝に、ね、うん、なって、あの夏のフェスティバルでも高級爪楊枝作りとかやってたと思うんですが、その材料ですね、うん、非常に冬は分かりやすい、うん、ね、この冬目の中に今年の夏春か開く葉っぱが全て入っております。結構鮮烈。あ、まずいというのは、まあ、味はね、芳香剤だからね。うめうめ。オイルだから、ね。え、これ、噛んだの？ああ。枝やったじゃない。うんうん。枝の樹皮の下がね、結構、鮮烈な匂いがしたりします。花もいいですね。はい、大葉黒文字でした。